つけて、この上に登っていくよ。こんなところにも奴らが。砲弾のレースに迫ってくる。ジャンプして避けて、三角飛びで壁にくっついている間はそのまま前に走ることもできるんだよ。でも壁にくっつける時間はせいぜい2秒くらいだと思う。さあ行け、この星の無能な指導者は何だ。通路の方が脱出艇を安全に運べるんじゃないか。避けて、軍の防御レーザーだよ。触ったら軍の戦闘メカがいるよ。悪いメカじゃないから間違いないからね。黒い奴らがいつもの夕方なのに、もう夜が来る。さすがシャドウ、このままどんどんやっつけちゃおう。ジャンプダッシュで壁に張り付けばそのまま走る。うわ、あのポールに掴まれるよ。気をつけて、上から狙い撃ちされてるよ。ここは上階に登れないかな。軍が左の道を守っているのはそっちが危ないからだ。僕らは右の道に群がる黒い奴らをやっつけてあげよう。うわ、黒い奴らがあんなにいっぱい。どうしよう。うわっ、砲台だ、かっこいいな。これに使われている硬化セラミックは僕も見るのは初めてなんだ。僕は自分のためだけに真実を追う。完璧だ。